矢野浅です。今回はですね、楽ジョブでどういった方が採用されたのかっていうゲームプログラマーで実績についてちょっとお伝えしていきたいと思います。今回ですね、お伝えするのがPHP のゲームプログラマーですね。やっぱりスマートフォン、ソーシャルゲームっていったところがかなり増えてきましたので、やっぱ PHP のゲームプログラマーって今すごく人気ではあるんですけれども、PHP を使ったゲームプログラムができる方で、やっぱり経験の方も3年以上、できれば5年以上のベテランが欲しいなというところで相談いただいてですね、やってみたんですけれども、実際ちょっと時間はかかりましたが、4ヶ月ぐらいでですね、そういった結構年齢としては若い上に経験年数が長いっていう、すごく理想的な形で人が採用されましたので、他のところで何個か作品をやられていて、ちょっとゲーム開発、もともとアドベンチャーゲームなどのコンシューマーをやられてたんですけども、やっぱりその世間の流れというか流れからソーシャルゲームの方も担当されるようになって、結構その、PHP の方もしっかりやられたみたいで、大型タイトルなども複数手掛けられた方がちょっと今回採用が決まったということで、すごく喜んでいらっしゃったんで、私たちも良かったなと思うんですけれども、ゲームプログラマーさん募集したいという、特にサーバーサイドもそうですね、クライアントもそうですけれども、プラットフォーム、ジャンルに問わずですね、探している会社さんなどございましたら、こちらの方にお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。